ベルサント・ツェリナは、ユーゴスラビア・プリズレン出身のプロサッカー選手。サッカーコソボ代表、ディジョン・フコ所属。ポジションは MF。プリズレンで生まれ、2歳の時に、ノルウェーのドランメンに移住。2007年、地元クラブのストレームスゴトセトイーフでプレーを始めた。2012年、マンチェスターシティ FC と2年のスカラシップを結んだ。2014年7月1日。 クラブと3年間のプロ契約にサインした。2014年12月、過密ほど対策としてマヌエル・ペレグリーニ監督がトップチームに招集。2015年1月4日の FA カップ、シェフィールド・ウェンズデイ FC 戦で初のベンチ入り。2015年1月、アカデミーのチームメとト数名と共にドバイで行われていたトップチームのミドルシーズンキャンプに参加した。 21日に開催されたハンブルガーエース V とのフレンドリーマッチで途中出場しトップチームデビュー。2016年1月9日の FA カップのリジーシティ FC 戦で公式戦デビュー。2月6日のレスターシティ FC 戦でプレミアリーグデビューを果たすと早速セルヒオアグエロのゴールをアシストした。2月21日の FA カップチェルシー FC 戦で初スタメン。 2016年8月25日、エール・ディビジの FC、トゥーエンテにレンタル移籍2017年7月3日、チャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC に、レンタル移籍。2018年7月31日、チャンピオンシップのスウォンジーシティ AFC に完全移籍。2020年9月9日、ディジョンフコと4年契約を結んだ。当初は、コソボ代表が、 フィファに加入していないこともあって、ノルウェー代表を選択。UEFAU-17 欧州選手権や、UEFAU-21 欧州選手権予選などに、ノルウェー代表として参加したその後、コソボがフィファに加入したことで変更を決断。2014年3月、コソボ代表の招集に応じた。2014年9月7日のオマーン戦で、初キャップ。 2019年3月13日に行われたウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦での PK においてキッカーを任されたが間違えて自らの軸足を蹴ってしまい失敗してしまうという場面が話題になった。ありがとうございます。